時刻は六時半になりましたこの番組は時の番人のストレスフリーライフの時間ですとかしきかりがいむを務めさせていただいております番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオで放送しております最後までお付き合いくださいはい、えー、ではもう七月六日土曜日 明日は七夕ということなんですが、本日は FM 喜ノ川夏祭りを、えー、開催予定でございますい。すごく楽しみにしてます。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> もうリスナーさんもパーソナリティの方も皆様ご参加いただけますので、良ければ前売り券は3,000円で当日券本日の購入の方は3,500円となりますが、楽しい時間を保証できるかと。 思いますのでぜひ皆様嫌な時間を手放して「FM 能は夏祭り」で夏スタートしましょう。今週もう浴衣ウィークということであかりさんも浴衣着てますけれども収録なので気使わないで大丈夫ですよ。浴衣ウィークの時は浴衣は着てると思います。 香さん浴衣とか持ってますか。持ってます。ええ、そうなんですね。一応あるんですよ。去年は着なかったあ、コロナの時は着てないですね。何色ですか。私、あの、オレンジです。あ、いい、素敵ですね。明るい色いいですよね。そうです。私は赤字に、あの、椿だったかな、の柄をあしらった浴衣を着るんですけど。もう、それが楽しみで。 でも浴衣ウィークって一週間もあるので、うん、あの絶対汗かいちゃうなと思って、そうですよね。もう金曜日とか私臭かったらどうしようって心配なんですよね。<laughs> みんなどうしてるかな。<laughs> <laughs> 本当ですよね。うん、でも浴衣で、あの FM ギノワンのチェキのコーナーとかもあるので、もうぜひよかったら浴衣姿で写真も撮って楽しく過ごしていただけたらとい、はい、いいですね。はい。はい、思います。うん 七夕といえば願い事なんですけどもはいあかりさん、うん、七夕にお願い事しました。私、うん、今年は、えー、願い事を考えてなかったな。<laughs> でもそうですねなんかこう短冊があったら何か書こうっていう気になるので、うんうん、ほらたまにあのスーパーに行くと短冊飾られてるじゃないですか。自由に書いてください。っていうことで。はい あれには確かにね,、うん、ねやっぱ子供もの頃って当たり前のように短冊学校から配られてうん、うんね、これに願い事を書きましょうとかっていう時期があったりとかしてでも大人になるとなかなかね、うんはい、そういうことがなくてであかりさんね、うん、あお考えてなかったっていうぐらい確かに私も、ねうんうん、そういうこと言われると まあ棚バのためには書いてない書いてないなっていうああなるほどうん、うん、でもそれ結構ね大事ね大事っていうか、うん、なんか棚バの時の思い出って、はい、なんかワクワクして書いたああ確かに思い出ないですワクワクですよね、うん、こう一人で書くものじゃないですよねまた友達とか親と一緒にこう、うん、お互いの見せ合いっこしてキャッキャしながら書ける時間がいいですよねいいですね。うん もしかしかたらこの「笹の葉」がなかなかないから描かないって思って、ね、大人になるとそういうことになってるかもしれないけども、うん、笹の葉じゃなくてもいいんですよあ<ー>あの大きな紙に画用紙とかにはい、はい、笹の葉みたいな絵を描いて、うん、そこに布製みたいなので貼っちゃっても <laughs> <laughs> なんかあのね何、うん、だろう 模擬、模擬ってなんていうかな、擬似、擬似。はい。そうですね。でも、なんか一気に七夕感がなくなりましたけど、それは。そう。それはそれでいいんですか。だから、なんか模造紙、あ、そうそう、模造紙。模造紙に絵を描く。うん。あの、笹の花。絵を描いて。で、まあ、それがね、あの、うまく描けるとか、描けないとかじゃなく。短冊に、自分の願い事を書くっていうところって。結構。 思いが文字になって現れるとか、うん、あ自分ってこういうことを考えてたんだとか、こういうことをやりたいなっていうところのこのあの時間、楽しむ時間が私はすごく大事じゃないかなと思って、うん、そうですよね。うん、やっぱりなんかこう書き出すことの重要性について各回で。 ご紹介していると思うんですけど、はい、七夕みたいなこうワクワクするような空気感の中で書くこともまた違ってきそうですね。そうですね。うんうん、はい。イベントは私はすごくあの大事にしたくて、はいはい、うん。ね、なんかよく、まあ、夏休みもそうじゃない。夏休みもちょっとしたイベントじゃないですか。子どもたちにとって、うんうん、ね、その時どこに行くとかいう話題もすごくはい、はい、あの大事で。 文字もそうなんですけどうん、うん、言葉にする言霊って話、ね、自分の口から出た言葉の言霊が自分に返ってくる、うん、この流れもすごく大事なので五感目で見たり耳で聞いたり言葉で話したりっていうこの感じるっていうのすごくいいなってその行為行為自体が、はい、すごくいいんじゃないかなって思います。 じゃあ自分の内,内側で持っている意識をこう外に出してっていうところですよねそうなんですうん、うん、なるほどでちなみに七夕のこの短冊ってどんなこと書いてきましたかおりさんは私はですね、うん、あの小さい頃は、うん 婦人警官になりたいとか <laughs> 将来のねなりたい職業を書いたりありがちありがちの、はい、私もピカチュウになりたかったです <laughs> かわいい <laughs> いいねピカチュウ、はい、そう <laughs> そんなこと書いたり、うん、え最近、えっとね、何年か前に職場でやったんですよへ、うん、えそ、ー、うそ、ん、うその時は何だろうなんて書いたかな、うん、ちょっと記憶があれだけどあの確か 家族のことをいてたはずなるほどじゃあこの願い事の種類もまあそりゃ年齢を重ねるにつれて変わってくるでしょうけど、うん、ちっちゃい時ほど大きい目標を設定しがちというか手のもう届かなさそうなというか <laughs> 想像できないことを設定しがちだけどこう大人になるとこう着々となんか達成できる目標というよりも あ目標ってか願い事というより目標みたいなことを書きがちなんですかね。どっちもいいんですよね。<ー>やっぱりあのまあ大人って現実知っちゃうじゃないですか。そうですね,、はい、<laughs> ね。小さい頃ってやっぱりあのなんかねオリンピック選手になりたいとかはい、はい、プロ野球選手になりたいとかまあ、うん、多分そういう夢が多いと思うんですよ。はいはい。うんうん、なんか。 そういうことってすごく大事。なんか自分がなりたいものがあるとすごくで、だけどなりたいものがないのが悪いってわけではなくって、じゃああの自分が好きなものってなんだろうっていうなんか好きなもの見つけもいいんじゃないかなって思いますね。はあ、好きなものですか。ええ、好きなもの見つけるってなんか最近意識したことないなという今思いました。 なんか嫌いなものばっかり、目についちゃうかも。で、えなんか最近好きになれたものとかありましたか?。私ですか?。最近好きになったのは、あの。卓球。卓球、ええ、なぜかというと。娘が卓球部に入ったんです。あ、なるほど。はい、やっぱ面白いですね。なんかこう、お子さんがいると、新しい視点が入ってくるというか。そうなんですよ。ね、自分が今まで興味がなかった。 興味がなかったって失礼だねだけどあの娘を通じて、うん、ちょっとルールを調べたりとか、うん、分からなかったんですよへえこういうことなんだとかっていうところの,、うん、あの面白さが好きになりましたえー、いいですね、うん、好きなものが増えるって何、うん、かしかもこう娘さんも関わって娘さんきっかけとなるとやっぱりこう 娘さんと過ごす時間にも、こう影響が出そうなというか、いい時間を過ごすための学びになったような感じですよね。そうですよ。やっぱり、あの、楽しみが増えたというか。はいはい。沖縄もね、卓球のプロチームが。え、琉球アスティーダさん。あ、ああ、あれって卓球なんですか。そうそうそう。何のチームかと思ってました。そうなんですね。有名ですよ。で、ハンドボールかと思ってました。 ハンドボールはコラソンさん。そ <laughs> コラソンさん。そう、あの卓球チーム。で、最近、この、うん、なんだろう。イベント、なんかすごく見せ方が、うんうん、あの斬新になってきていて。うん、はい。<ー>なんかショータイムみたいな。あ、ショータイムあるんですか。みたいな、はい、あの。 卓球,い卓球の、はい、プロチームがされるんですよへえ<ー>、うん、んかハーフタイムショーみたいな感じですよねうんうん、うん、面白いと思います、えー、なんかこうバスケとかアメフトとか、うん、ああいう大きい何か何人も関わるようなスポーツに賞があるもんだと思ってたので、うん、なんか面白いですね。とかねやっぱりあのその関わっているスポーツねアスリートさんだったり、はい、そういうあのプロをサポートしている皆さんってはい 好きになってファンになってきてくださる方を増やしたいと思っているから、はい、すごくあのなんかもうエキ,ショエキシビションっていうんかねあ<ー>あの楽しんでもらうようなことをすごく工夫されてやってるのでなるほど面白いですよ。なえ私最近好きになったものがないかもって本当に今思いました。うん、なんかその視点ないないとと思っってちょっと、うん また,また後日でもあの<う>かおりさんになんか好きなもの見つけたらちょっと紹介していいですかいいですよ、<laughs> はい、もう好きなものを見つけるっていう、うんね、ちょっと七夕とした、あ、うんうん、自分が好きなものっていうのをちょっとね、うんうん、皆さんも見つけてくれたら嬉しいなって思いますじゃあ私の七夕の願いは、うん、世の中のものを好きになりたいで、うん、今年は決まりました。<laughs> 重いえいえその中からね <laughs>、はい、もういろんなものが見えてくる、うん、いっぱい楽しいものが見えてくると思います、はい、ではいは一旦 CM に入りますはい美しさを体の中から変えていく鍼灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデートヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを美容貼り鍼灸治療なら イノワン新旧生態ヨークアイドマ印刷です印刷でお困りの中南部の皆様へ地域に寄り添い創業42年の実績でお手頃な価格とスピーディーな対応で力になります印刷のことなら「アイドマ印刷」にお任せください電話番号0988331122 1984年創業のカーボディ上り川は、愛車の修理、板金塗装、車検、ETC 取り付けなど経験豊富な職人が丁寧に仕上げます。スズキの新車も取り扱っています。沖縄市消防本部道向いカーボディ上り川。この番組は時の番人のストレスフリーライフの時間です。この番組ではメッセージも募集しております。 まずメールアドレスは 797-fmgino1.com ですまた YouTube でもネット配信しております FMgino1 のホームページから見ることができますのでそちらの方もお楽しみください他にもですね、えー、アプリリスラジア,アプリのマイチューナーラジオからも ダウンロードしていただくといつでもこのラジオを楽しむことができますので皆様にぜひ聞いていただきたいなと思っておりますはいはいでは CM 開けて後半戦となりましたはいでは香里さんちょっとさっきの七夕の話と絡めてなんですがこう 七夕にこう願い事を書くもよし目標を書くもよし好きなことを書くもよしみたいなところで前半はお話し終了しましたが後半はどういったことについてフォーカスいたしますか、はい、せっかくねさっき,さっきあのなんか七夕にどういうこと書いたっていう話題うん、うん、小さい頃ってなんか自分がなりたい職業だったりとかはい、はい、なんか大きな夢とか書くことが大きいので。それをじゃあ実際に 達成すすするためには、うん、壮大なな計画がが必要なわけですがそでそうね, <laughs> <laughs> ねもう何年かかりになっちゃったりとかするっていうところの目標ってうん、うん、じゃあ今やっぱりこれから立てようとなると少し、ねうんうん、目標は設定が高いハードルが高くなっちゃうので私がまず皆さんに自分の夢とか目標とかありますかって セミナーなどでお,お伺いするときに皆さんはなやっぱり売り上げが上がるようなとか、うん、仕事が成功するようなとか、はい、でお店持ちたいとかそういう、ねうん、お話をされるんですけどじゃあまずちょっと手を伸ばすと、うんうん、届くつかめるっていう目標設定を決めましょうってそれにじゃあ1年後とかっていう期日を打てるようにしましょうっていう。うんうん お話からよくするんですね。はいはいはい、うん。なぜだと思います。えーなぜ。そうですね。やっぱり。道が見えてないと、何もできないからですか。うん、その通りです。おお、よかったです。うん、はい。はい、いや、すごく、なんか。もうん。せ正,正当な答えが返ってきた。<laughs> そうですか <laughs>、うん。大事ですね。やっぱり、あの。なんか道しるべ。うんうんうん。ね。 目的あ目標とかって道しるべなんですけどじゃあそこに行くための目的とかって皆さん,んあのなかなか見つけられないうん、うん、でそこに行くための方法もやっぱ考えていかないといけない、うん、で結構1年後とか結局この1年間で何をしますって言った時にあんまり高い目標を作ってしまうともう。 実は家庭の事情でとか、うんうん、あの仕事が忙しくなってとか。ちょっとできなくて、達成できませんでしたっていう。はい、終わっちゃう方も意外と多いんですね。うんうん、それは何だろう。もうマイナスな発言じゃないですか。はいはい、私はですね、ぜひ達成しました、できました。とかやってみ、うん、やりきりましたっていう。うん、達成感。はいはい、達成感すごく大事で、達成したっていうこの。うんうん 嬉しさの感覚を味わっていただからあんまり高い目標じゃなくてちょっとは落としてもらってでも低すぎず、うんうん、手を伸ばしてちょっと頑張ると必ずつかめるとか必ずできるっていうところの設定をしていただくと、はいね、できましたじゃあ次もできましたできましたっていう、ねうん、あの自分の私でもやれたんだっていう。 はいはいなんか自己肯定感って上がってきますよねうん、うん、確かにそうですよね、うん、それになんかこう自分のキャパを知るきっかけにもなりそうですね、うん、なんかこう目標のランクを落とすみたいなこともすごいこのためらわずにできそうななんかアドバイスですね、はい、なんかできると思ってたけどやっぱりこう時間の都合でできないから、うん、じゃあここまでならできるんじゃないかみたいなあの視点が生まれそうな気がしましたうん それすごくやってほしいです。うんうん、あのぜひうん、うん、やれたっていう、うんうん、自分でもできたんだっていうところをあの繰り返し味わる味あうことがうん、うん、やっぱりあの大きな目標に向かって進んでいくっていうところの大事なステップになりますね。なるほど、小さい目標を立ててコツコツ達成していくみたいな形なんですね。はいうん、これを、うん、あの 結構立てた目標じゃあ1年間ってやるとまた長い感じがするのでやっぱ1か月とかね3か月とか、うん、立てた目標これだったけどっていうのを、うん、ちょっと、あのー、これでいいのかっていうなんかあじゃあスパンが短い達成するまでのスパンが短いのはこう中間としてということで,、うんはい、そうです<ー>もしかしたら 肉付けしすぎててなないかなって<ー>私,的私的には,はい、はい、頑張ろうっていうところの中間地点の確認ではなくてうん、うん、ちょっとね目標って大きなものを作らないといけないって思っちゃってうん、うん、ベタベタとつけ,<ー>つけすぎてるからはい、はい、ちょっとそぎ落としましょうダイエットしましょうぐらいの感じでいいです、ね、か変えてもいいんですよ。うんうんうん、なるるほどですすそ,、うん、それをののがすごいこの なんか苦手な人っていそうですね。うん、私は割と苦手です。なんかこうできなかった自分を責めてしまいそうな気がして、でもそうそうじゃなくてこうも本質的な目的を達成するための無駄を削ぎ落とす作業っていうことですよね。そうなんです。やっぱり軸は変わらないはずなんですね。その軸に結構あのボリューム持たせすぎてしまってる人が意外と多いから。うんうんそ 定期的に自分が本当にやりたいところだけのもう中心部分だけを残すような形をあの定期的に1ヶ月だったり3ヶ月だったり見直すっていう時期を設けてではいなるほどじゃあこうやってこうじゃ小さい目標からちょっとずつ立てていくとでなんかじゃ例えばお店を持ちたいで。 仮定してて考えてみると、うん、じゃあお店を持つって大きい目標のためにじゃあちっちゃい目標としてこの金融広告でお金を借りるとか商工会に相談するみたいなところでその次のステップで物件を探すとか、うん、なんかそういう小さいステップが明確だと思うんですけどなんかそういったところにも香里さんアドバイスとか行かれたりし,しますかそうですね、うんあのー 多分私がもしアドバイスするとしたら、うん、このお店を構えるまでの、はい、まやり方は正直分からないわけですよ。でも例えばあかりさんがお店を持ちたいとしてうん、うん、お店どんなお店を最終的に持っていれば、うん、あかりさんは満足なのとか本当はねあのすごく立地もよくてはい、はい、お客さんも入ってきそうなところに、うんね、と店舗を借りて。 お店をオープンできたら、いいなって思うかもしれないけれども。うんうん、でも、あかりさんとしては、もしかしたら、あの。カフェの一角、シェア、シェアとかでも、自分が出したい商品を持っていて。うんうん、それをお客様に提供できるっていう場所が確保できると。嬉しい。あ、嬉しいと思い。嬉しい。はい。そこで、お店を持ってたって。感じます。うん、あ、でも、自分のお店というよりかは。 ななんか第一歩みたいな感じですよねそそ、うん、そうそうそうだからうん、うん、あのもしかしたらお店を持ちたいを1年後に設定したとしてもうん、うん、やっぱり1年後に難しいなと思った時に諦めるんじゃなくて、うん、何かの形で、うん、あのお,お店を持つことは何かね、うん、あかりさんがすごく。あの お客様に届けたいと思っている商品だったり商材があるはずだから、うん、これを世に出したいっていう思いの方がもしかしたら強いんじゃないかなっていうあ、うん、の何が大事なのっていう選別を私は多分サポートしていくかもしれない。ええー、なるほど。うん、今すすごいわかりやすかった。わかりやすかった。よかったです。よかったです。じゃあなんかこうあれですね。余計リスナーさんもこう例えば大きい目標があるとこう沖縄に移住を考えているけど。 こうちょっと自分一人で考えるのが大変とかねなんかいろんなこうお悩みを持っている方いらっしゃると思いますので是非香さんに相談もしていただけたらと思います。では残りお時間が2分弱となりましたのでメールアドレスも最後いっておきましょうか。ははい、はい、この番組は メールアドレスが、あ、メールメッセージを募集しております。<laughs> はい、<laughs> はい、ぜひですね、あのちょっとした質問でもいいのでメールでご質問いただけると私も嬉しいです。うん、はい、メールアドレスは七九七アットマーク fm 機能ワンドット c o m です。はい、えー、では皆様こちらのアドレスにどしだしメッセージもお寄せください、えー。明日は七夕ですが、皆様どんなお願いごと 書くんでしょうかね。楽しみ。ぜひ、ね、このラジオ聞いた通にですね。まあ、できたら書いてほしいけど、でも、あの、自分で七夕だから。こういうことを願い、叶えられたらいいなっていうのを、ちょっと。できたら言葉として。ああ。自分に言葉を、はい、伝えるっていうか、口から出す方で。はい。はい。やってもらいたいなと思います。なるほど、言葉、言霊としてまた書いてきます。言霊で。はい。わかりました。 えでは、時の番人のストレスフリーライフ、えー、ここで終了させていただきます。はい、皆様また来週もぜひお聞きください。ありがとうございました。 お顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパワーもマッシュルフもメンズパワーもツーブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げますネット予約がおすすめ技能アンシ上原スタジオラディッシュ検索してね <laughs> スマホ落として割れちゃったそれならスマホ119にお任せください 持ち合わせにににもも間に合うあれれ腕時計も壊れてるススママホホ119 119お任せくださいスマホで検索 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため人々の絆を強くするため私たちはゆいまわるの心で活動しています弱者に愛の手を NPO 法人プロミスキーパーズ 地域に根し、毎日笑顔で営業中これからもお客様が利用しやすいホッとするお店づくりを目指していきますあなたの街のホットステーションローソン沖縄・原宿二丁目店は FM ギノワン斜め向かいにありますドライブに休憩にお気軽にどうぞ。